はい、えー、音声聞こえてますでしょうか。<laughs> よろしいですかね。はい、それではお待たせいたしました、えー。ちょっと遅れてしまいましたが、スプリング18の開発者向けの新規のウェブセミナー、始めていきたいと思います。えー、本日お忙しい中、ご参加いただきまして、ありがとうございます。はじめに、えー、弊社の面積事項を紹介。 表示させていただきます私どもニューヨーク証券取引所に上場しておりますので、製品をですねもし購入されるとかですね、まあ、パートナーになるだとか、そういったことを検討される場合にはですね、実際の、まあ、もちろん株を購入するというときもそうですね、これから新機能、こんなものが出ますというお話をしますが、実際に出ているわけではないので、もしそういったことをやる場合には、現在の機能に基づいてご購入。 えー、検討してくださいといった面積事項となります。えー、こちら、えー、詳しくはウェブサイトをご覧になってください。はい、あすみません、新機能が、漢 <laughs> 字が違うと、早速ご質問いた,あのごいただきました。ありがとうございますす、はいえー、本日のですね この新規のウェブセミナーを担当させていただきますのが、私、岡本光弘と申します。セールスソースでデベロッパーエヴンジリストをやっておりまして、アットマーク光弘というツイッター ID で、ツイッターなどやっておりますので、よろしければフォローとかメンションとかいただければと思います。で、本日の、まあ、早速内容に入っていきたいんですが、スプリング18 というのが、えー、リリース2月11日にされます、日本時間ですね。で、えー、55回目のメジャーリリースですね、になります。で、2月11日にリリースがされるんですが、えー、そこまでの、まあ、リリースのスケジュールというのがですね、大体12月ぐらいから、まあ、始まっていまして、プレリリースのサインアップ、早かったら試されている方もいらっしゃるかもしれませんが、12月14日あたりから始まって、 え、リリースのオーバービューみたいなものが、パートナー様を中心に提供され、そしてサンドボックスのプレビューがあり、さらには、まあ、米国ではウェビナー、ホットトピックのウェブセミナーなどがあって、最終的に国内のインスタンスがリリースされるのが2月11日となっています。で、トレールヘッドのモジュールも、今、えー、毎回ですね、まあ、いくつか前のリリースから、その新規のリリースのモジュールっていうものが出ていますので、それが2月14日、 ですので、日本時間の2月15日ですねに出てくる予定です。残念ながら、ですねこちらのモジュールはですねすぐ出てきたときに日本語化というものができませんので、最初は英語での提供になってしまうと思いますが、もしご興味ある方は、ですねそのトレイルヘッドのモジュールもやってみていただければと思います。で今日ご紹介する内容なんですが、まあ、このスプリングリリースというのはですね、 え前回のまあウィンターリリースですと比較的プラットフォームイベントだとかビッグオブジェクトだとかですねえプラットフォームのいわゆるコーディングであったりそのエンジニアだけが触るところというのが機能、s a l e s ス o ー c d x の話もそうですねたくさん出てたんですが今回のスプリングリリースですねではえそこら辺は比較的少なめになっています。でですのでライトニングエクスペ 自体の更新ですねというのも合わせて、まあ、それに加えて、コンポーネント、そしてビルダーの話というところでお話していって、まあ、最後にその他の更新というところで、えー、4つですね、ご紹介していきたいと思います。でまずは、アインシュタインプラットフォームサービスシズ。こちらをご紹介します。アインシュタインプラットフォームサービスシズとは何かですけれども、アインシュタインという名前は至ると ところにセールスソースの AI ということで、えー、リードのスコアリングであったり、まあ、商談の、えー、インサイトであったり、まあ、アナリティクスの、えーまあ、予測分析であったりだとか、えーまあ、プレディクションビルダーというものも、えー、ウィンターでパイロットになったりしましたが、さまざまなところで使われていますが、アインシュタインプラットフォームサービスイズというふうに呼ばれるものは何かというと、えー、アインシュタインの AI 機能を API にしたものです。 非常にシンプルなもので、特にセールスフォースのインスタンスがなければ使えないというわけではなく、アインシュタイン .ai というサイトから API を通して提供されるものですで。現状2つの機能が提供されていて、アインシュタインランゲージ。これがいわゆる、えー、自然言語処理ですね。ナチュラルランゲージプロセッシング。具体的な機能としては、カテゴリーを解析するインテントと、えー アイインンシュタインセンチメントということで、感情を分析するものが用意されています。で現在、えー、GA になっているものはですね、2つとも英語にしか対応していませんので、えー、マルチランゲージのパイロットなども進んではいますが、現状はまあ英語しか使えないというものです。そして、アインシュタイン、えー、ビジョンというものがあります。こちらはまあ画像認識をするもの、もしくはまあ画像分類をするものですね。 イメージクラシフィケーションがまあ画像分類。画像自体がまあ何かというようなことをまあクラシフィケーションするものですね。まあ、犬の写真ですとか猫の写真ですとか、まああの <coughs>。マルチオブジェクトというふうな機能が出たので、まあ、その中に何があるかっていうものを認識するというのはクラシフィケーションでもできるようになってきたんですけども、えー、そこからさらに一歩進んだものはアインシュタインオブジェクトディテクションです。 これは画像の中に何が何個あるか、画像の中のどの位置に何があるかっていうものをまあ認識するというものですね。今回ですね、このスプリングのリリース、まあ、正確に言いますと、昨年の12月9日の段階で、このアインシュタインオブジェクトディテクションというものが正式リリースになりました。なので今回こちらをご紹介したいと思います。オブジェクトディテクション、画像の中から物体の場所と数を認識できるというものです。 まあよくですね、一番このオブジェクトディテクションでよく言われる話が棚割りですね。えー、例えば、コンビニエンスストアみたいなところでですね、棚の中で自分たちの商品がどれぐらいの占有率を誇っているのか、まあ、棚シェアをまあ例えば分析することによって、店舗での売り上げをえ見るだとか、まあ、そういったことによく使われるということで、えー、まあイメージの中から、え、ー えーまあ、それがどこにあるかっていうのを AI に渡すことによって、それが最終的には API として提供されるというふうなイメージです。で、この渡すときもですね、まあ、アインシュタインのコンセプトというのは、簡単に、えーまあ、AI を使えるっていうことがコンセプトになってますので、そんなに難しくない、このオブジェクトディテクションというのが実現できるようになっています。 ので今回はです、ね、こちらデモを交えてご紹介したいと思います。実際にです、ね、アインシュタイン自体は API のサーバーでしかないので最終的にはここでビルドスマートアプリケーションとこれはモバイルになってますがセールソースの例えばライトニングのプラットフォームを使ってアプリケーションを作ったりしてこの AI を API 叩くという,ふうな構成になると思います。 それをやるのにですね、たびたびご紹介していますが、非常に便利なツールをですねオープンソースで作っている人がいますま。レニーっていう、これはエミア、ヨーロッパのデベロッパーエバンデリストなんですけども、レネーが GitHub でですね、セール e s f アインシュタインプラットフォーム APEX というふうなプロダクトを公開しています。これを使うとですね、比較的簡単にこのオブジェクトディテクションだったり、ランゲージっていうものを試すことができます。 で残念ながら英語になってしまうので、まあ、英語、えー、そんなに問題ないっていう方はです、ね、このインストラクションを読めばインストールが可能なんですが、ちょっと難しいなっていう方は、ですね、えー、まあこの GitHub から取ってきて、えー、ちょっとやり方をお教えしようかなと思います。まずですね、まあ、どこでもいいので、ホームディレクトにしましょうか。 えー、この Git のリポジトリを、まあ、取ってきます。で、えー、そのフォルダの中に移動して、で、sfdx コマンドで、デブハブをつないでおいてください。ま、だすでにつないでおいたので、まあ、オーグリストっていうふうに いただきますと、デブハブ組織がすで、えー、にあって、で、デブイジとかアインシュタイン AI とかいろいろあります。で、まあ、そのデブ、SalesforceDX が使える状態になっていれば、えー、ドットスラッシュオーブイニットドットシェルというふうなあのシェルを用意しておいてくれてますので、このシェルを叩けばですね、あのすぐに組織が出来上がるようになっています。 でまあ、どんなことをやっているかというとですね、まあ、中で、えー、単純にですね、ちょっと小さいかもしれませんが、はい、SFTC のフォースオブクリエイトということで、まあ、アインシュタイン AI という組織を作って、ちょっと2にしておきますね。ソースをプッシュして、パーミッションセットをアサインしてオープンしているというふうなことをやっているだけです。なので、まあ、これを、えー、叩いた、あ上げてください。 あ、失礼。えー、っと、そう,そうか。デフォルトデブハブが設定されてなかったですね。デブハブの設定もやりましょうか。force, auth, web, コロン、ログインで、ン -d, dev ハブで、-a で、dev ブハブというエイリアスというふうにやってあげると。で、そうしますと、 デブハブ組織をつないでくださいというふうに、えー、ブラウザが立ち上がりますので、私のデブハブ組織にログインします。で、そうしますと、これでデブハブ組織につながりましたので、えー、ブラウザをクローズしていいよということで、もう一度先ほどのやつを叩くと、これで組織が出来上がって、ソースコードがプッシュされて、 ブラウザがが立ち上がるとというとこままでやってくれますでもしですね、この DevHub 組織、まあ、これ、SalesforceDX の話になってしまうんですけども、DevHub 組織自体は30日トライアルがありますので、あのー、それを使って、この SalesforceDX をやる。で、えーまあ、サンプル環境を作るっていうことも可能ですし、あとはですね、ちょっと1回上がってきてから、はい、組織がもう出来上がりました。 一回上がってきてからになるんですけども、先ほどのリポジトリの中段あたりにですね、インストラクションとして書いてくれてるんですけども、ここですね、デプロイントゥデベロッパーエディションオアプロダクションスオーブっていうところがあるんですけども、まあ、ちょっと英語で書かれているのであれですけども、MDAPI というまあフォルダを掘った後にですね、 ソースコンバートというコマンドを叩いてあげると、このセールス s f o DX 形式の、えー、プロジェクトを、まあ、この MDAPI フォルダの下に、えー、例えばあの、パッケージ .xml の形式にして、まあ、要はメタデータ API でデプロイできる形に変換してくれるんですね。で、それを Force MDAPI デプロイというコマンドを叩くことによって、えー、デベロッパーエディションであったり、プロダクションソース 組織にメタデータ API なので、まあ、セールソース DX は、ね、単純にストライアルでちょっとやるのは嫌だなという方はですね、まあ、この手順に従って、メタデータ API を使ってご自身のデベロッパー,ーションにインストールするということも可能になります。で、インストールをしますと、まあ、すぐに使えるんですけども、設定が2つだけ必要になります。まあ、これも、このアインシュタインプラットフォームというところに書いてはあるんですけども、カスタムセッティング。 というところに、まあ、E メールアドレス。えー、これはアインシュタインの E メールアドレス。そして、えー、アインシュタインプラットフォームという名前のアインシュタインの秘密鍵。これアインシュタインのサイトでまあ、サインアップしなければいけないものなんですけども、まあ、それを入れてくださいと書いています。で、まあ、この一番簡単なのはですね、この秘密鍵を、え、ファイルとしてアップロードする方法なんですけども、デプリケーテッドということで、非推奨になっていて、まあ、今後は、え、きちんとですね、さっき出ていた え、鍵の管理ですね。のところで、管理してねっていうふうになっています。なので、設定はですね、単純にカスタム設定からですね、カスタム設定に行って、アインシュタインセッティングというのがもうすでに入ってますので、これに新規で値を入れるというイメージですね。で、 えーまあ、ちょっとここら辺を設定していくというふうなイメージです。で、実際にすでに設定したものがですね、ありますので、まあ、ちょっとそれを使ってお話をしていこうと思います。えー、っと。 あらかじめ先ほど作っておいた方の組織を開きますが、設定が終わりますと、このアインシュタインプラットフォームというところの、まあ、例えばイメージクラシフィケーションとか、イメージクラシフィケーションマルチとか、オブジェクトディテクションとか、まあ、ここら辺が動くようになっています。で、まあ、まずどんなことができるのかというところなんですけども、まあ、このプレディクションというところであらかじめ作ったアルパインというモデルがあります。 このアルパインというモデルに、じゃあ、サンプルの画像を、まあ、アップロードすると、この画像の中から、アルパインのコーンフレーク、アルパインのブランカレー、んなんて書いてあるんだ、これ。カレーある。シリアルか。シリアル、えー、だとか、そういうようなものを認識してくれていると。 でまあ、ローデータとしては、こんな感じでですね、要は XYXY ということで、まあ、どの場所かっていうのをです、ね、四角に囲ったデータを返してくれるというふうなものがあります。で、このデータというのはですね、まあ、サンプルデータとして公開されていて、まあ、ダウンロードしましたが、どんなフォルダ構成になっているかというと、まず画像がたくさん 入っています。こんな形でですね。画像がたくさん入っていて、これでまあ学ぶと。で、画像だけだとどこに何があるかっていうのを学べませんので、最後にこの CSV ファイルですね。これで各画像が、えーまあ、どこにその、じゃ青い箱があるのかとか緑の箱があるのかとかっていうのをですね、CSV で設定していきます。 でちょっとこの CSV だとですね、これまあ人間が読める形式に今、あの、フォーマットされてないので読みにくいですけども、まあ、要はですね、さっきの、えー、プレイグラウンドで、まあ、ローで返ってきていた、こんな感じですね、MaxX とか MinY とか、この値を、ま各画像に、えー、CSV のデータとしてくっつけてあげるというふうなイメージですね。そうすることによって、 で新しい画像を食わせたときに、あえー、とコーンフレークと示 g ると、えー、これなんかフルーツかなんかですかね、まあ、それぞれここにあるよっていうようなことを認識してくれる。まあ、これを応用すれば、例えば、まあ、棚の写真を上げれば、ですねこのアルパインという、えーまあ、メーカーがどれぐらいの棚シェアを持っているんだとかっていうことがですね、まあ、分析することができるというふうなこと。これがオブジェクトディテクションですね。 イメージクラシフィエーションとかはもっと単純に、まあ、上げたものが何かっていう風な話なので、まあ、例えば、えー、ジェネラルイメージ、これは前回のリリースでやったと思いますが、ジェネラルイメージクラシファイアに対して、まあ、例えば、ぬいぐるみ、上げますと。そうすると、帰ってくるかな帰ってきましたね。えー テディ、テディベア9%とか、まあ、間違えてますけど、まあ、なんとなく、なんとなくちゃんと見てるんだな、というふうなことが。ガスマスクって出てますけど、なぜガスマスクなんですかね。この足の部分がそう見えたのかな、まあ、こんなローデータが返ってきたりとかっていうふうなことが見えると思います。というように、まあ、この DX コマンドからインストールして使うことによってオブジェクトディッション使えるので、ぜひこれ試してみていただければと思います。でまあ、話がだいぶあの横に DX の話にもそれましたが、まあ、このオブジェクトディテクションをうまく使うことによって、ですね、まあ、それは AI の特に画像認識周りです、ね、の AI が、えー、現実的にまあこれ、GA なので、あのー、製品に組み込んで、プロダクション環境に組み込んで使うことができますので、ぜひこういったアイデアをですね、えー、考えてみて、アプリケーションを作ってみていただければと思います。はい で続いてですね、ライトニングエクスペリエンスの更新、えー、ちょっと見ていきたいと思います。まずですね、ライトニングエクスペリエンスは UI 周りですね、コーディングをしない環境まではだいぶ、えー、大幅に更新がされています。でまず、パーソナライズドナビゲーションと呼ばれるものが増えてまして、まあ、端的に言うと何かというと、タブをですね、えー、テンポラリーのタブであったりとかですね、えー ある特定のビューだったり、ある特定のレコードをタブ化するということが可能になりました。でどういうことかというと、まあ、例えば、えー、アカウントプランって今これ開いてますけども、アカウントプランの、えー、リーセントリービュードっていうこの画面自体がタブになってるだとか、あとはある特定の、まあ、レコードを、まあ、例えば、アッドタブトゥナビっていうふうにやってあげると、まあ、それが、えー、タブとして保存されるであったりだとか、 そういったことができるようになるというものです。で、えー、この右上にですね、ちょっと戻ると、この鉛筆のマークが追加されていることによって、まあ、ここからですね、あのー、そのタブの並び替えであったり、名前の変更だとか、そういったことが可能になりました。でもちろんですね、デフォルトのナビゲーションに戻すということもできますので、各ユーザーが自分の使いやすいようにですね、えー、自分がよく見るレコード、 であったり、よく見るビューというものをタブ化するということが可能になっています。で、まあちょっとこれはですね、まあ、見てみましょうか。えー、例えば、このプレイグラウンドはですね、えー、残念ながらまだスプリングの環境ではありませんので、別の環境に行きましょう。プレリリース組織の方にログインしますが、 はい。スプリング18の環境ですね。で、例えばですね。まあ、えー、セールスでも何でもいいですけども、アプリケーションを開きます。で、リードあたりを見て、で、このリードのところでですね、例えばじゃあ今日の進行中リード、あ、違う。すべての、進行中リード、なんかで、 えー、これを新しいタブで開くというふうにすると、まあ、こんな形で新しいタブで、これはアキンっていう人をまあタブ化しました。でもちろん、戻ってもです、ね、このタブというのはう残ってるわけですね。なので、例えばじゃあ、特定のビューですね、さっきのすべての進行中リードというビューをタブにすることもできます。 でこれだとです、ねまあ、なくなってしまうんですが、このタブをです、ね、ナビゲーションバーに追加っていうふうにすると、これで永続化されます。でそうすることによってです、ね、す、ま、べ、あ、ての進行中リードがまあ比較的よく使うので、まあ、これは私のアプリケーションにはこれを置いておくというようなことができるようになります。 で今ちょうどご質問がありましたが、えー、と、ナビゲーションのパーソナライズはコミュニティユーザーでも可能かということなんですけども、ちょっと試してはいないので、何とも言えないですが、うんと、できない、まだできないかもしれないですね。ちょっと確認して、えー、トレイルベーザーコミュニティの方に回答しておきますが、できない可能性があります。正式には。 トレイルブレイザーコミュニティの方で回答させていただきます。で、えー、まあ、例えば、ここから、じゃあ、この、鉛筆アイコンをクリックして、す、え、べ、ー、ての進行中リードとありますが、まあ、これを、えー、マイ、例えばマイタブとかっていうふうな名前にしてあげて、で、このマイタブを、じゃあ、この一番、 ホームの次に持ってきて保存とか、こういったことができるわけですね。そうすると、常にえ自分の、まあ、これは全てのになってますけども、進行中リードを自分のタブに置いておくとか、そういったことができるわけです。なので、まあ、今までこの特定のビューとか特定の URL に対して、そこにアクセスができないから、こう、なんかそこを開発してほしいみたいな要件があった場合にはですね、 えー、これでタブ化できますんであので、そういったことは開発しなくていいですよっていうふうなことがお客さんに言えるわけですね。はい、ご質問がまた来ているようですけども、まとめて最後にご案内したいと思います。はい、で、えー次、続きまして、ライトニングエクスペリエンスのテーマ設定。 ですねま、これはですねあの、ウィンターの段階から、まあ、テーマというものが加わって、あの投稿線みたいな、えー、やつが追加されているので、えー、それでもうご存じの方とも多いと思いますが、まあ、テーマがです、ね、増えました、そして自分で作ってカスタマイズすることも可能ですということですね。で、えー、簡単に、まあ、テーマを作ることができるんですが、 アプリケーションごとにですね、アプリケーションにもまあブランド設定、例えばアプリケーションのアイコンだとか、そういったものが色とか設定できるんですけども、まあ、それがですね、オーグのテーマに従うか、もしくはアプリケーションで上書きするかといったようなことも設定が可能になっています。なので、組織全体としてはこういうテーマで運用して、特定のアプリケーションに関しては、ちょっと例えばこのアプリケーションは危険だから、 赤いテーマで運用しようだとか、そういったようなことであのメリハリをつけるというふうなことも可能になります。はい。ちょっとマクロに行く前に、これも簡単にちょっとお見せしておきましょうか。まあ、設定自体はですね、まあ、設定画面からテーマというふうに調べればあの出てきますので。マクロしたい。テーマ。 テーマを呼ぶブランド設定というものが追加されました。で、ここで、まあ、稲妻ブルーとか稲妻ライトっていうふうになんか訳されてますけども、<laughs> 初めて見ました、この。稲妻リッチとか。コーディーキャニオン。こういったものをですね、えー、そのまま使うこともできますし、まあ、例えばコーディーキャニオンをプレビューすることもできます。有効化っていうふうにしますと、えー、赤がベースになったブランド設定になりますね。 という。ほとんど一緒なんですけど、これよく見るとコーディなんですね。はい。で、まあ、新規テーマというところで、まあ、テーマを変えることもできるというふうなことが追加されています。はい。これがテーマでした。で、続いてですね、えー、ライトニングコンソールのマクロをちょっとご紹介したいと思います。えー、マクロ自体はですね、 えー、古く、かなり昔からあったんですが、このマクロが今回のスプリングで正式リリースされます。で基本的には、ですねこれ、多分サービスクラウドの機能なので、えー、ライセンス的にはサービスクラウド、もしくはコンソールのライセンスが、えー、必要になるのかなと思いますが、えー、マクロ自体はですねどこでも動きます。任意の場所で使用可能ということで、えー、例えば、普通の,あのセールスの画面とかでも動かすことができます。 でえー、非常に強力なあのマクロエディターというものが追加されました。でこのマクロエディターはです、ね、今までのマクロのエディターというのはちょっと独自のものだったんですけども、まあえー、あマクロエディター、マクロビルダーですねライトニングアプリケーションビルダーと同じような、えー、ルックアンドフィールで、えー、マクロを組むことができるようになりましたので非常に強力なあの動きを簡単に定義することができます。 で、もちろんですね、キーボードショートカットみたいなものも用意されてますので、まあ、例えば何か処理をしていたら、定型処理をマクロで作っておいて、キーボード一発でそれをババってやるっていうようなことが可能です。で、ちょっとこれはですね、設定をしてあるのでお見せしましょう。マクロを使うにはですね、あの、ライトニングアプリケーションのユーティリティバーですね。 のところに、ま、マクロが入っていると。いうふうになっていると、非常に、え使いやすいと思います。で、え例えばですね、ここで、この、失礼、ちょっとアプリケーションの設定を変更しますが、アプリケーションマネージャーから、 えー、スプリング18新機能とありますが、ここにですね、えー、見てみますと、これちょっと後で出てくるアプリケーションビルダー内でアプリケーションの編集のところも出てきますが、u t ティリティバー項目というところにマクロというものが追加されています。で、まあ、項目のところにですね、まあ、例えば取引先責任者とかが追加されているという状況。 この状況であれば、マクロを取引先責任者に対して作ることができます。で、例えば、まあ、一件何か、こう、取引先責任者を開いて、で、その人に対して、じゃマクロを新規で作りますっていうふうになると、じゃあ、えー、取引先、新、取引先、えー、デフォルト、 例えば、新規取引先のよくやる処理っていうものをマクロで定義したいですと。という,ようなことで、マクロで定義すると、マクロが出来上がります。で、ここで命令を編集っていう風にするとですね、マクロビルダーが立ち上がります。で見ていただいて分かるとおり、アプリケーションビルダーに非常に近い。で、どんなことができるかというと、まあ、例えばですね、じゃメールをクリックして、で、このメールの中で、えっ、ー、と、 件名、まあ、というか、テンプレートですね。メールテンプレートを使って、じゃあ、まあ、例えば、ちょっと作っといた、まあ、簡単にですけど、ウェルカムメールみたいな。これ、差し込みは入ってないですけど、まあ、差し込みとかも入れたりとかして、で、送信を押す。例えば、これでワンセット。で、さらに命令を追加して、じゃあ、新規トゥードゥーで、えー、件名が、じゃあ、フォロー。 ということで、期日が、まあ、例えば、じゃあ、えー、2週間後で保存するというふうなマクロ。で、さらには、まあ、もう一件、例えば、活動の記録で、えーまあ、電話しますので、えー、電話ということで、えー、で、ここで、まあ、クイックテキストみたいなものを入力することもできます。これも新しい機能ですね。で、まあ、保存と。例えば、 こんな処理を、まあ、毎回毎回、こう、新しいお客さんには、メールを送って、えー、電話して、で、トゥード登録してっていうことをやってたとします。でしたら、これでですね、登録は終わりで、さっきの画面に戻って、えー、と、どこ行ったあれ。戻りすぎちゃいましたね。はい。この画面で、まあ、取引先責任者を開いて、 えー、田中聡さんという人に対して、じゃあさっきのマクロを実行するということで、マクロ実行というふうにやりますと、ダ,ダダダダッとですね、まずメールを送ります。で、新規トゥールを生成します。で、さらに活動を残します。ということが、全部出来上がった。で、まあ、この人のメールアドレスは、エもかもとアットマクセルソースドットコムなので、まあ多分私のメールのところに、先ほどのウェルカムというメールが今届いていると思います。 というようにですね、あの、このマクロを使うことによって、えー、標準のレコードページの中にある標準ボタンっていうんですかね。例えば、ま、こう新規トゥードゥーとか行動とかメールとかですね。えー、とか、あとは新規の、ま、何かを作るとか、そういうボタンですね。そこら辺はマクロエディターで簡単に指定ができますので、まあ、かなりのことを自動化できるようになってます。非常に強力な機能ですので。まあ、今までですね、 まあ例えばそういったこう何か2ステップ、3ステップの処理を一括でやらなきゃいけないが故に APEX でトリガーを書いていたりだとかもしくはえ別のページを作っていたりだとかまあ場合によってはフローでウィザードを作っていたりなんかこうっていうことがあったかもしれませんがそういったものをですねまあマクロに置き換えるということがえ簡単にできるようになりましたのでまあぜひこれもですねえ覚えておいていただければと思います。 ライトニングエクスペリエンス、そのほかにもいくつか更新がありますので、ご紹介しておきます。えー、まずです、ねえー、ユーザーエクスペリエンス、やはりまあ力が入ってますので、例えばチャターのグループページがです、ね、ツイッター、Twitter、とかフェイスブックのようなこうソーシャルなバナーを、ソーシャルページと同じように、バナーであったりアバター画像を設定できるようになりました。で、プロファイルもまあ同様ですね。 このバナー画像というのを設定することによって、まあ、その人のイメージというものをですねプロファイルページで出すことができるようになったと。で、ほかにもです、ねまあ、クイップのインテグレーションのコンポーネントが追加されています。クイップ自体のインテグレーションに関しては、ですね前回、ウェビナーでご紹介したとおりです、ね、クイップのスプレッドシートの中に、セールソース s f o のレコードを読み込んだりだとかですね。 もしくは特定のセールソースレコードに関連するクイップドキュメントを、ま、このように、え、羅列したりだとか、ま、え、Office 365であったりだとか、Google Drive、G Suite の、ま、代わりになるような使い方がクイップというのはできますので、え、ぜひですね、ご興味ある方はこのクイップインテグレーションも見てみてください。まだウェビナーの動画は上がってないのかなそのうち、上がる。かな 上がると思いますで続いてですね、えー、検索結果の絞り込み方法がですね、えー、結構強力になりました、えー、例えばまあアカウントの場合だとですねインダストリーで絞ったりうんんとかあるんですけども、えー、ファイルの場合だとですねファイルの拡張子で絞ったりだとか、あのー、絞り込みというのがですね検索 UI の左側に出てくるようになりましたので、まあ、これも えー、使うと非常に便利かな。特にパワポだけ探したいとかですね。まあ、そういったときに便利なのかなと思います。で、えー、レックスコンポーネントも1個追加されています。アコーディオンと呼ばれるものですね。えー、レックスコンポーネントというのは、えー、ライトニングベースコンポーネントというと、まあ、コードを書くときに使うものですけども、えー、ライトニングエクスペリエンス、要はアプリケーションビルダーにそもそも搭載されているコンポーネントですね。 コーディングしなくてもあらかじめ増えてるもので,ですねで。今までだと、まあ、タブを使ってこう横に並べていくというのが上等手段だったんですけども、まあ、縦に並べるようにしたいよねっていうニーズに合わせてアコーディオンっていうコンポーネントが追加されました。でこれはタブと同じようにですね、縦にまあこう何個も並べていけるので、まあ、それでまとめていくというふうなことができます。なので、まあ、これもうまく使うといいかなと思います。<laughs> あとはですね、これが最後かな。えライトニングでの、まあ、行動アラーム、あの、リマインダーですね、えというものが設定できるようになりました。これはですね、えイベントの中にですね、えリマインダーセットというふうな、アラーム設定という項目が、え追加されているのでですね、それを、まあ、レイアウト、ページレイアウトで追加してあげると、まライトニングエクスペリエンスの画面でも、まあ、リマインダーセットっていうふうな形でチェックをつけると、 ま、リマインダーが来ると。で、え、リマインダーはですね、セールソースもモバイルアプリケーションの場合には、ま、プッシュできますし、え、デスクトップの場合にはですね、あの、HTML5 の、え、ブラウザーノーティフィケーションを使ってですね、え、ちゃんとリマインドをしてくれますので、え、ブラウザーで見てても、モバイルで見ててもリマインドは来ます。で、通知カードもですね、まあ、クリアオールみたいな、少し利便性が高くなるような、え、仕組みなんかも用意されているので、まあ、ばバばバっバと通知が来てもすぐに消せるとか。 そういった利便性の向上が図られているというところです。はい。えー、ということで、えー、ライトニングエクスペリエンスでした。ライトニングエクスペリエンスかなりの、えー、機能追加がありますね。で、えー、続いてですね、ライトニングコンポーネントビルダーをご紹介していきます、えー。ライトニングコンポーネントですけども、ライトニング基本コンポーネント、やはり、えー、何個かたくさん、えー、追加されています。で、この中で、まあ、 例えば、まあ、見た目が派手なのはカルーセルとかですね、あのー、画像をこう、順々に <laughs>、えー、ロールするといいますか、重なっている画像を順々に表示するようなコンポーネントですね。そして、フォーマッテッドアドレスとか、フォーマッテッドネーム、フォーマッテッドタイムといったような、えーまあ、時間とか名前とか住所っていうものをきれいに整形して出してくれるような、えー、コンポーネントであったりだとか、あと、一番 注目すべきはインプットフィールドがついに出ました。で、このインプットフィールドは、要はそのデータの型に応じて、自動的にインプット項目を変えてくれるというものですね。で、このインプットフィールドは、レコードエディットフォームというふうな新しい基本コンポーネントが出ますので、このレコードエディットフォームの中で使うというふうなイメージですね。あの、ビジュアル放送でやってた方は、APEX フォーム の中でないと APEX のインプットフィールドが使えなかったっていうのと同じイメージですね。フォームの中で使うと。であとは、ピルとかはありましたけど、コンテナーが出たりだとかですね、えー、トリーグリッドのような、えー、こんなトリービューのグリッドであったりだとか、あとはリストビューですね、えー。特定のビューの名前を指定してリストビューを出すというようなものも追加されています。これはですね、えー、せっかくなので少し見たいと思いますが、 スプリング18コンポーネントということで、まあ、例えばこんな感じのカルーセルですね、えー。出会ったりだとか、これがインプットフィールドを使っているもの。ちょっとコードを見ながらの方が分かりやすいと思いますので、えー、横にコードも表示しながらお話ししていきますが、スプリング18ニュープレイグラウンド。まず、まあ、ピル、えー、コンテイナーというものはですね、えー ジェソンデータでですね、そのアイテムをアイテムスということで指定してあげると、このようにアバターアピールとかアイコンビールとか出てくると。で、この、えー、カルーセルに関してなんですけども、カルーセルはですね、こうですね、ライトニングカルーセルというふうなもので、ライトニングカルーセルイメージというものを間に挟み込んでいく。で、これが並べば並ぶほどカルーセルの数が増えていくと。 でここにまあボタンがありますけども、まあ、自動でこれをまあ今私何も触っていないですが、何も触らなくてもローリングするか、もしくはデフォルトでそれしないかといったプロパティなんかを持っています。で、下の2つに行きますと、まず Lightning List View でオブジェクト API Name Contact っていうのがありますが、これは Contact Object の、えー、All という名前のリストビューを表示してくださいっていうふうな、えー、書き方になります。 そうすると、実際にここに all の取引先責任者が出てます。で、同様にして、まあ、ここは、えー、機能紹介ですので、えー、ID を直打ちにしていますが、Lightning Edit Form というところで、レコード ID がこの ID のコンタクトを、えー、編集しますよ。まあ、実際ここは動的に入れるようなイメージですね。で、インプットフィールドファーストネームラストネーム a ー e e ー a i ー b i r アカウント ID ってなってますが、まあ、テキスト、テキスト、イーメール、えー、デート、えー、リファレンスですね。で、まあ、サブミット、ライトニングボタンのタイプサブミットを置いてあげるというようなイメージです。で、えー、ちょっとまだそんなに作り込んでいないので、えー、ちゃんと更新ができていないところはあるんですけども、注目していただきたいのは、ま,あ、まずこのテキスト型。例えば、吉田、えー、広ロ に変えて、もうメールアドレスを変えなくていいですけども、で、えー、デート型にするとちゃんとデートピッカーが出てくると。で、まあ、例えば1900、えー、も、ま、う、あ、2010年になっちゃいましたが、2010年の、んか ?1991 年の、じゃ1月10日に生まれましたっていうことで更新と、にしてあげると、まあ、ノティフィケーションちゃんと作ってないので、このデータですね、えー、リロードすると、ちゃんと更新されていることがわかります。 で、この取引先のとこですね。例えばここを、えー、ルックアップというのは今までできなかったんですけども、まあ、このルックアップも、ライトニング i n g プレ環境の中であれば、えー、例えば、エスフォースとかっていうふうにしてあげれば、あら、出てこない。えー、ルックアップすることも可能です。ただちょっと作り方にコツがありそうなので、ここはですね、えー、実際に、 えー、ルックアップを使う場合にはですね、リファレンスガイドを参考にしていただきたいんですけども、あれさっき出てきたのにな。まあ、いっか。はい。リファレンスの項目に関しても、えー、ライトニングエクスペリエンスの中、まあ、いわゆるそのワンドット、ワンすらワンアップの中であれば動きますというふうにリファレンスガイドには書いてありますので、まあ、待望の、えー、関連をするデータの入力フォームというのが比較的楽に作れるようになったかなというところです。 そして、コンポーネントリファレンス、まあ、今までオーラドックというふうな URL を見れば見ることができたんですが、オーラドックではなくて、まあえー、オフィシャルにライトニングコンポーネントとしてのリファレンスというものが見れるようになりました。URL はコンポーネントリファレンススラスイートアップというものを後ろにつけるというふうなイメージです。先ほどのこの組織に、 この部分を、コンポーネントリファレンススイートというふうな URL をつけてあげると、この組織内にある自分が作った、C という名前空間を自分が作ったものですね。ものであったりだとか、先ほどのライトニングのえ名前空間の、例えばインプットフィールドっていうものを、どういうふうに使うんだっていうところですね。こんな感じで出たりしますけども、あとは インターフェースとかイベントとかもあったりします。で、それをまあクイックファウンドできますので、これを使って、えー、どんなコンポーネントがあるんだっけなっていうことを見ることができます。で、これはまあ新機能ではないんですけども、重要な更新に入っているもので、APEX クラスのですね、オ、えーライネーブルドというアノテーションをつけた APEX クラスというのは、今まで With アウトシェアリング、ウィズシェアリングを省略してた場合に、ウィズシェアリングで動くというのがデフォルトの動作だったんですね。えー、まあ、ライトニングのセキュリティを高めたいという意図からそうなっていたんですが、重要な更新を適用するとですね、えー、デフォルトがウィズアウトシェアリングになります。でこれは APEX Visual Force の時には、デフォルトはウィズアウトシェアリング、まあ、いわゆるシステムの権限でシェアリングルールを無視して動くというふうなことがデフォルト動作だったので、混乱を避けるために変わりました。 ただ、まああのー、基本的にはウィズシェアリングは付けるべきですので、まあ、省略した場合の挙動は変わりますが、基本はウィズシェアリングを付けて開発するのが望ましいかと思います。はい。ということで、えー、ライトニングコンポーネントでした、えー。続いてですね、ちょっと質問が来てますが、最後にまとめていきたいと思います。ライトニングアプリケーションビルダーいきます。 え、ライトニングアプリケーションビルダーはですね、今までなんでページしか編集できないのにアプリケーションビルダーなんだというご質問をたくさん受けましたが、え、ついにですね、アプリケーションの編集とページの編集が統合されました。なので、え、アプリケーションを編集して、そのアプリケーションの中に付随しているページ一覧を見て編集するということが可能になっています。なので、 例えば、先ほどの、まあ、でもいいんですけども、ドリームハウスというアプリケーションがあるとします。で、このドリームハウスの中には、プロパティエクスプローラーとか、コマンドセンターとか、ヒートマップとかいろいろあるんですけども、これを、じゃあ、設定しようと思うと、アプリケーションから、アプリケーションマネージャーで、編集、 と編集というようにしますとアプリケーションビルダーが立ち上がって先ほどお見せしたまあブランド設定のところからユーティリティバーの設定なんかがありますがこれに加えてこの右を見るとページということでこのアプリケーションが使っているページをビルダーの中で例えばコマンドセンターでどういうページなんだ あ、こういうやつか。じゃあ他のページに飛んでみようということで、プロパティエクスプローラーというのはどういうものなんだって。ということで、まあ、ここでいろいろ切り替えながらですね、そしてやっぱりアプリケーション設定全体の設定をしようということで、だいぶアプリケーションビルダーらしくなりました。で加えて、先にちょっと表示されていましたが、ライトニングのページの編集ですね。 え、にもですね、あの条件分岐というのが前のリリースで加わりましたが、そこにまあさらに細かなカスタマイズができるようにということで、だいぶアプリケーションビルダーは強力になっています。まあ、具体的に言うと、今までは、例えばレコードディテールページの中で、そのレコードがどういう状態だったら表示するしない。まあ、例えばこのコンポーネントは商談が1万、ディールサイズが1万、えー、1000万以上だったらこのコンポーネントを表示するとかしないとか、 そういう設定しかできなかったんですけども、えー、項目だけではなくて、ユーザーであったりだとか、えー、フォームの要素、まあ、そういったようなものも入れられるようになりました。なので、この動的な、えー、設定というのは、レコードページだけじゃなくて、えー、ホーム画面とか、そういったところでも使えるようになってます。ます、あ。例えばですね、さっきの、えー、じゃこのコマンドセンター、まあ、何でもいいんですけども、 コマンドセンターで、まあ、スマートプライスカリキュレーターとこういうようなものは、じゃあ、えー、項目として、えー、ユーザーの、えー、例えばじゃあ、ロールが、ロール名が、えー、マネージャーというふうな、えー、文字を含む、 ロールの人たちしかこのコンポーネントは表示しないよっていう風なコントロールもできるようになってるわけですね。今まではその何か数字がいくつだったらとか、それをレコードページしかできなかったんですけども、こういったえアプリケーションページのコンポーネントにもユーザーのロールだとか、フォームの状況というものでコントロールできるようになったというのが非常に大きな変更です。はい、ということで、アプリケーションビルダーでした。 で最後に、まあ、ザッタとなりますが、その他のアップデートをちょっとご紹介していきたいと思います。えー、まずですね、まあ、これは開発者向けというよりもですね、まあ、CRM の機能ではありますけども、アインシュタインの商談スコアリングはリリース、正式リリースされました。オポチュニティインサイトと呼ばれるものですね。これは、まあ、商談の状況をですね、まあ、AI が分析して、まあ、角度の高い商談にスコアをつけてくれるという機能ですね。まあ、着々と、まあ、こういったアプリケーション周りの AI というのも、えー リリースがされているという状況です。でセール e s f o IoT なんですけども、えーまあ、特に大きな機能が出てるわけではないんですけども、えー、コンテキストとかですね、オーケストレーションといった項目自体をコンフィグレーションする IoT REST API というものがまあできています。なので API からコントロールができるようになっているのと、えー、コンテキストに UI がつきましたので、 どんなプラットフォームイベントが IoT に入って受け取って、それが最終的に何を更新するのかというふうなですね、ものをですね、UI で視覚的に見ることができるようになりましたので、このコンテキストは何やってんだどっから入ってきて何をやるためのコンテキストなんだっていうようなことが見やすくなっています。で、加えて、えー 加えてというかまた別の話になりますが、ライトニングのフローですね、えー、というものがクイックアクションから起動できるようになりましたので、まあ、先ほどのマクロとはまた別のですね生産性を高めるための、まあ、いい UX を作るための非常に強力な機能であるフローですね。えー、こちらも着々と機能を追加をしています。で、マクロビルダーはですね、非常にこ,うこのライトニングベースになって、まあ、マクロの作り方がすごく作りやすくなった。 ですが、まあ、フローデザイナーの方はですね、まだフラッシュのままになっています。ただ、まあ、最近のこう、セールスソースの開発を見てるとですね、おそらくそのフローデザイナーの方もですね、フロービルダーという形で将来的には、えー、ライトニングエクスペリエンスで非常に使いやすいものにアップデートされていくんではないかなと思いますので、まあ、このフロー、フローというものをですね、えー、ぜひ期待しておいていただければと思います。で、あとはですね、まあ、重要な更新いくつかあるんですけれども、 えー、まずは、えー、URL が変わります。まあ、変わりますというか、えー、有効化すると変わります。今までは、えー、1スラッシュ1ッ p ということで、Salesforce が作っているライトニングエクスペリエンスのアプリケーションの URL が見えていたんですが、えー、これがすらラ,ライトニングという形に、えー、隠蔽されるというふうに言ったら、言い方があれかもしれませんが、えー、なりました。 でこれは重要な更新を有効にしますと URL が変わります。実際ですね、えー、私の実は画面、もう見ていただいて分かると通り、すらラ,ライトニングということで、すらラ,ライトニング O をコンタクト、すらラ,ライトニング N プロパティエクスプローラーとか、すらラ,ライトニング N ということで、えー、コンポーネントページとかはすら N とかになったりとか、えー 標準オブジェクトとかレポートダッシュボードっていうのは O っていうふうになっていたりだとかっていうふうに分かれていますので、えー、変わるようになっています。で他にもですね、えー、ビジュアルフォースとかコンテンツの URL なんかも将来的に変更になる模様です。で今までは例えば、えー、ビジュアルフォースは、えー、ビジュアルインスタンスマイドメイン アンスカンスコあ、ハイフンハイフン C、インスタンス名ドットビジュアルドットフォースドットコムになってたんですが、マ mydomain.c、ビジュアルフォースドットコムで、コンテンツに関してはドキュメントフォ、えースドットコム m になります。で、コミュニティ関連に関しては s a l e s f o r c e c o m m u n i t i e s c という,ふうに変わりますので、あの、ドメインで、えぇ、ー、Salesforce のアクセスの制限しているというふうなですね。 あのことをやられてるネットワークの管理者の方いらっしゃるかもしれませんが、ここら辺、あの重要な更新を更新しなければ反映されないんですけども、将来的に変わる、えー、恐れがありますので、今のところからチェックをしておいていただければと思います。というとこでした。ということで、えー コンテンツとしては以上になります。で、Spring 18のリリースはリリースノートがすでにですね、もう日本語で出ていますので、詳しくすべての機能を見たいという方はですね、このリリースノートをご参照ください。そして、えー、英語になってしまいますが、リリースレディネスウェブキャストというものがすでにオープンになっています。もしですね、あの、他の機能も見たいとかっていう方はですね、特に米国のレデベロッパーのやつだとですね、あの、パッケージ2っていうあのセーソー、セル l ス DX のパッケージ配布の仕組みかなんかをですね、プロマネかなんかが説明してたりしたので、もし興味ある方はそれ見てた,見たらいいかなと思います。そしてトレイルヘッド。まだリリースされていませんが、スプリング18のトレイルモジュールが出てきますので、ぜひこちらも見てみていただければと思います。はい。ということで、内容としては以上となります。これからですね、一旦まあ終わりにさせていただきまして、ご質問が えー、ありますので、そのご質問を随時答えていきたいと思います。で、その間にですね、アンケートにぜひご協力いただければと思います。あの、本日ご紹介した資料というのはですね、えー、字脱字を直して、えー、このアンケートにお答えしていただいたところの URL に置いておきますので、まあ、すでにちょっと、あの、誤字があるバージョンが置いてありますがあの、すぐにアップデートいたしますので、ぜひですね、資料欲しいという方はですね、このアンケート、ご協力いただければと。 思います。はい、えー。というわけでですね、えー、お忙しい中、スプリング18、えー、開発者向け新規のウェビナー,、えー、ご参加いただきまして、ありがとうございました。はい。で、えー、ちょっと一旦、えー、中締めをしたところで、Q&A を紹介していきたいと、えー、ご回答していきたいと思います。 で、資料の URL なんですけれども、えー、チャットの方にですね、えー、っと、投稿、えー、今しますので、そちらから見ていただければと。あ、そうです。アンケートの URL ですね。はい。お願いします。はい。じゃ質問を見ていきたいと思います。えー、タブのお話なんですけども、1タブが出ないようにできますかあどうなんですかね、これは。 ウィンター18以前のタブ構成のまま運用ができませんかというご質問ですね。うん、ちょっと試していないので、特に設定をしなくてもですね、この機能は有効になります。で、特別気にしなければですね、あの、セッションが終わると消えるので、そんなに問題ないとは思うんですけども、ユーザーさんが混乱するとかそういう場合もあるのかな。ああ、どうでしょう。 今のところ有効に勝手になってしまうかもしれないですね。はい。ちょっと定かではないですけども、特に設定をしなくても有効になるものです。逆にタブ化できないものはありますかというご質問ですね。基本的に URL が1 t になってればですね、すべてタブ化できるようになっているかと思います。 ただその、まあ、もちろんあの、フローが画面に出ていて、そのフローの途中のステートを保持するとか、そういったことはできませんが、例えば Lightning ーネントの、まあ、このカスタマイズで作った UI をですね、えー、あ、そうか、これはできないですね。あの、この、えー、なんて言ったいですかね、標準タブがついてるものしか、そことかできないですね。 ライトニングコンポーネント作というのはそもそもこの,あのドロップダウンリストがありませんのでできないですけども例えばブローカーというカスタムオブジェクトであれば新しいタブで開くというのができますので標準 UI でできているものであれば標準オブジェクトカスタムオブジェクトそういったものはできるという形ですね 逆にビジュアルフォースでできている画面であったりだとか、それをタブ化したもの、もしくはライトニングコンポーネントをタブ化したものというものに関しては、ドロップダウンがありませんので、タブ化することはできない。まあ、というか、そもそもタブになっているので、タブ化する必要がないというふうな言い方が正しいかもしれませんね。はい。えお、ー、そらくマクロのお話だと思いますけど、コンソールアプリでも同じ動きでできますかというご質問をいただきましたが、はい。マクロはもともとコンソールアプリケーションで動くことを想定して作られた。 ものなので、もちろん問題なくコンソールアプリケーションでもマクロは動くようになっています。はい。次のご質問。トリガーの場合、アップデートビフォーのタイミングなどで取得できましたが、マクロでもそのような同一トランザクション内の処理をに収めることはできますかああ、なるほど。 えー、マクロはですね、あくまでユーザーインターフェースに対する、えー、自動化処理ですので、トランザクションは1個にはなりません。なので、マクロが途中でこけた場合ですね、えー、というのは、そのこける前までの処理が実行されます。なので、この点は、えー、注意が必要ですね。あの、ユーザーが、まあ、自分で自由に作れるというところが、まあ、マクロの利点ではあるんですけども、どうしてもその同じトランザクション内でオーロアナッシングで、 すべ、えー、ての処理が成功するか失敗するかっていうものを保証したい場合には、やはりトリガーであったりだとか、まあ、APEX でカスタムボタンを作ったりだとか、そういったようなことをやる必要があるかと思います。はい。g h t n i n g Record Edit f o とインプットフィールドを使うと入力規則を拾うことはできますかああ、入力規則か、えー。すいません。ちょっとこれ試していないので。 えー、分からないので、えー、後日、回答いたします。はい。で、もう1個同じ方質問で、ライトニングインプットフィールドとフォースインプットフィールドの違いは何ですかというところですが、えー、フォースというのはですね、ライトニングエクスペリエンスで使う前提になっていない、よりネイキッドな、えー、名前空間です。で、ライトニングコロンインプットフィールドというのが、そのフォースインプットフィールドを、まあ、インプリメントした、実際に使う えー、まあ、ライトニング基本コンポーネントですので、えー、まあ要、要は上位、よりライトニングエクスペリエンスに特化したものが、ライトニングインプットフィールドであるというふうに考えていただければいいかなと思います。でえー、次なんですけど、インプットフィールドは、フィールドレベルセキュリティを考慮して、参照、編集、非表示が切り替わりますかというご質問ですが、えー、現状はですね、 インプットフィールドはおそらくフィールドレベルセキュリティは見ないかと思います。えー、ライトニングデータサービスを使うとフィールドレベルセキュリティを見てくれるので、バックエンドがライトニングデータサービス、あ、見るかもしれないな。特にですね、APEC クラスとかを書かなくても、あの、インプットフィールドとエディットフォームで更新ができますので、 裏側ではライトニングデータサービスを使ってると思うので、ライトニングデータサービスを裏側で使ってれば、えー、フィールドリブルセキュリティを見るかと思います。ただ、確証が取れないので、ちょっとこれも確認しますね。えー、見る可能性は高いと思います、えー。商談スコアはどの項目をサンプリングしてスコアリングされるのでしょうかというご質問ですね。これはおそらくオプ,オプジョニティインサイトの話ですね。えー えー、セールスソースとしてはですね、どの項目をサンプリングしているというのは、えー、情報公開をしていないので、ちょっと明確にお答えすることはできないんですけれども、基本的にはですね、商談の中の、えー、あらゆる項目を使う予定でいます。実際に使っていない項目がもちろんあるというのはですね、あの、あるにはあるんですけども、ここら辺はですね、えー、実際のこの えー、商談スコアリングを、えー、導入検討する際に、ですね、まあ、弊社の営業、もしくはパートナー営業にですね、えー、どういったとこを使ってんだっていうのことをちょっと NDA ベースになってしまいますのでお問い合わせいただければと思います。えー、タブの件、えー、勝手に動いて結構問題になりましたという <laughs> あ、先ほどの,あのタブが勝手に増えるという話ですね。ああ、なるほど。有効、無効化できないのかっていう,ふうなお話ですね。 うーんなるほど。えーまあ、このご質問、方のご質問ですと、まあ、タブが勝手に増えるときに、契約オブジェクトのタブだと、コントラクトと出てしまって、これ何ですかっていう質問が、まあ、こうプレビューを、まあ、サンドボックス公開したら結構質問が殺到したっていうふうなお話ですね。はあ、はあはあ、なるほど。そうか。 開いたとに契約でではなくててコントトラクトが出てしまうんですねうーんちょっと止める方法が今のところ設定画面から見当たらなかったので、ちょっと今のところこれはどういうふうにするのがいいのかっていうのは難しいところですか、えー、慣れてもらってくださいっていうのはちょっと無責任な話だと思うので、どうすればいいですかね。ちょっと宿題と出してください。 えー、レコードのタブの固定はコンソールアプリでも利用可能でしょうかはい、これは利用可能かと思います。えー、っと、あとですね、コンソールはですね、話は全然違うんですけども、ケースのですね、場合の,あのライトニングコンソールだと逆にですね、えー、固定コンポーネントみたいなのが置ける新機能というのも出てます。まあ、例えば左側に必ず 表示させるライトニングコンポーネントというのを固定で置いといて、まあ、タブをまたごうが、えー、例えばサブタブに行こうが、必ずそのコンポーネントは出ているというようなこともできますので、まあ、コンソールのほうがです、ね、逆に表現力は非常に高く、いろんなことができると思います、はいえー。インプットフィールドのフィールドレベルセキュリティはクライアント側の UI が変わるのかが気になりますと。 えー、データサービスを使えばサーバー側はコールされるのでしょうけど、あなるほど、えー。インプットフィールドの動きなんですけども、あ、このご質問あれですね、えー、ライトニングコロンインプットフィールドのご質問なんですけども、えー、有効でない、例えばインプットフィールドを入れた場合には、エラーではなくて表示されないという動きに、えー、現状実装としてなってるみたいです。なので、もしフィールドレベルセキュリティが動くのであれば、 え入力できない項目に関しては、インプットフィールドを用意しておいても、そのユーザーには表示されないというふうな挙動になるかと思います。エラーにならなくて、表示されないというふうになっているのは、ひょっとするとフィールドレベルセキュリティを見ているからかもしれないなということを考えていたんですけども、本来であれば、表示はされているけど、グレーアウトされているというのがベストなあのケースだと思うんですけども。 例えば、アカウント ID というのが正式な名前ですけど、なんかアカウント2とか、アカウントってちょっとタイプをして書いたときはですね、そもそもその項目自体が表示されませんでした。えー、ということがあります。はい。といったところで一通り、えー、まあ、明確にお答えできていないものもありますが、えー、来た質問に対しては、えー、今、一通りお答えしました。 で、えー、トレイルブレザーコミュニティの方にですね、えー、ちょっと宿題になっているものはですね、お調べして、えー、まとめて回答したいと思いますので、ぜひトレイルブレザーコミュニティの方にも、えー、アクセスしていただければと思います。他にご質問はございますでしょうか、えー、もしなければですね、えー、お時間がもう過ぎてしまっているので、一旦、えー、終了にして、まあ、あとはですねあの、トレイルブレザーコミュニティの中で ご質問いただければ、新しいご質問でもですね、その都度回答、もしくは調べて回答いたしますので、えー、よろしくお願いいたします。いいですかね。はい。では、改めまして、えー、お忙しい中ご参加いただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。